ヤキマは、アメリカ合衆国ワシントン州ヤキマ軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。レーニア産国立公園の南東に位置している。2010年国勢調査による人口は9万1196人であり、都市圏人口は24万3231人である。氏名は、ヤカマ族インディアンから取られている。ヤカマインディアン居留地が、 市の南部と南東部にある。ヤキマはヤキマバレーに位置し、世界でも最良のリンゴ生産地の一つ、主要ワイン生産地及び、アメリカ合衆国ホップ生産校の約75%を生産する地域である。 焼き間市の北東方向には132,332ヘクタールという広大な面積を誇るアメリカ陸軍が保有する軍事演習場、焼き間トレーニングセンターがある。大部分は乾燥した砂漠地帯の荒野になっている。主にアメリカ陸軍の気候部隊や航空部隊などが射撃訓練に使用しているほか、同盟国軍に提供されている。焼き間地域。 ヤキマバレーの最初の住人は、ヤカマ族インディアンであると言われている。1805年、ルイス・クラーク探検隊がこの地域を訪れて、豊富な野生生物と、肥沃な大地を見出し、入植を促進することになった。1847年、現在のヤキマの南西、アータナムにローマカトリック教会の伝道所が、設立された。 開拓者が到着すると、インディアンとの間に抗争が起こり、それが1855年のヤカマ戦争につながった。この放棄への対応として、1856年に、アメリカ陸軍が、現在のホワイトスワン近くに、シムコトリデを構築した。ヤカマ族インディアンは敗北し、ヤカマインディアン居留地に移された。ヤキマ軍が1865年に創設された。 1884年12月にノーザンパシフィック鉄道が町の中心を外して建設されると100軒以上の建物がコロや引き馬を使って駅の近くまで移動された新しい町はノース焼きマと呼ばれ1886年1月27日に市政を執行し郡庁所在地にも指定された1918年には 地名がヤキマに変更された。ヤキマの町が当初できた場所には、ユニオンギャップという地名が与えられた。ヤキマは、北46度36分7秒整形120度30分28秒、北46.60194度整形120.50778度、46.60194-120.50778に位置する。 アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、地域全面積は20.6平方マイル、このうち陸地が20.1平方マイルであり、水域は0.5平方マイル、水域率は2.33%である。標高は344.392メートルである。焼き間市を西から望むレーニア山焼き間市は、焼き間群のアッパーバレーに位置している。焼き間郡は、地理的に、 アータナムオネとラトルスネークオネによって二つの地域、すなわちアッパーバレーとローアーバレーに分かれている。アッパーバレーの方が都市化が進み、ヤキマはヤキマ大都市統計地域の中心都市である。市のすぐ北部にはセラー市、南部にはユニオンギャップ市がある。さらにウェストバレーやテラスハイズの未編入郊外領域もヤキマ都市圏に属すると考えられている。 焼きマしに接する半径20マイル内にある都市を含めると人口は12万3000人以上となる。その他付近にある都市としてはアッパーバレーにモクシー、タイアトン、コーウッチー、ワイリーシティ、タンピコ、グリード、およびナチェズ、ロワー,ーバレーにワパト、トッペニッシュ、ジラ、ハラー、ホワイトスワン、パーカー、ブエナ、アウトルック、グランジャー、マブトン、 サニーサイドおよびグランドビューがある。ヤキマバレーの主要な灌溉水源は、カスケード山脈のキーチェラス港を発して、ヤキマ市を通過し、リッチランドでコロンビア川に入るヤキマ川である。市内ではツリーやレクリエーションにも使われている。全長10マイルのウォーキングとサイクリングの道、公園および野生生物保護区が川口にある。ナチェズ川が、市の北側境界となっている。 マイロン湖、アスペン湖、バーグランド湖及びロータリー湖などいくつかの小さな湖が北円近くにある。これらの湖は夏の間、釣り人や水泳に人気のある場所である。ヤキマはステップ気候であり、降水は地中海性気候のパターンである。雨陰にあるので、年間降水量は209.8ミ、mm、リメートルと、 少なく、シアトルとの差は顕著である。特に、夏は乾燥し砂漠のような景観になる。冬は寒く、12月が最も寒くなり、平均気温は摂氏1.8度となる。降雪は12月と1月に多く、年平均62センチメートルの降雪量となる。氷点を超えない日が、年平均24日ある。摂氏17.8度以下となる夜が、 年平均3.6日ある。春は徐々に暖かくなり、夜間に氷点下になるのは5月半ばまでである。夏は暑く、最高気温は29摂氏32度となるが、日間温度差が大きく、最低気温は9摂氏12度まで落ちる。秋は急速に寒くなり、凍結は9月下旬から10月初めに始まる。 過去最低気温は1950年2月の低、摂氏32度、過去最高気温は1971年8月の摂氏43度だった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。文化活動と行事は年間を通じてある。焼きまバレー博物館は地域の地質や歴史に関する展示、再生されたソーダ水販売機、 および周期的な特別展示がある。焼き間中心街には、キャピトルシアターや季節芸能ホールがあり、さらに、ウェストサイドの同盟芸術センターがあって、多くの音楽や演劇の催しを行っている。焼き間交響楽団が市を拠点にしている。焼き間地域樹木園では、地域固有種や外来的用種の植物が見られる。ポピュラー音楽ツアー。 公益賞など大型の行事は、ステートフェア公園にある、ヤキマバレーサンドームで開催されている。1994年、ヤキマ市は、全米市民同盟から、オールアメリカ都市賞を受賞した。ヤキマバレーウォリアーズの本拠地、ヤキマサンドームヤキマサンドームでは秋に、週の通営、1A 高校女子バレーボール選手権、冬に 1A、 一バイト高校男子バスケットボール選手権を開催している。ヤキマ群スタジアムでは毎年春に通営一営高校男子バスケットボール選手権を開催している。パーカーフィールドでは二バイト一バイトバスケットボール選手権を開催している。週刊高速道路82号線がヤキマを南北に走る主要道路であるがアメリカ国道12号線が ホワイト峠から市内に入って、週刊高速道路82号線に合流している。アメリカ国道97号線は、南のユニオンギャップで、週刊高速道路82号線に合流し、北約40マイルのエレンズバーグに通じている。ワシントン州道24号線は、ヤキマが主端となり、東のメキシーや農業地帯へのアクセス道路になっている。 ワシントン州道821号線は焼き間近くが支店であり、焼き間川峡谷を抜けるので、キャニオン道路とも呼ばれている。マナスタッシュオネを通る、週刊高速道路82号線のバイパスとして、エレンズバーグに行く大体路になっている。焼き間交通は、焼き間市内、セラー及びテラスハイツで、バス便を運行している。 ヤキマの空港であるマカリスター飛行場からはホライゾン航空でシアトルに商業便が運航されている。多くの民間飛行機がヤキマ空港を本拠にしており、いくつかの航空会社が空港外で事業を行っている。軍用ジェット機やボーイング商業用航空機車の試験飛行にも使われている。30年間続いたパイパースーパーカブズを再建し、現在は FAR23 や、K スポーツ機を製造している株クラフターズ社が、この飛行場にある。20世紀の焼き増市の成長は主に農業で、加速された。焼き間バレーではリンゴ、桃、梨、サクランボ、メロンなど多くの果物を生産している。唐辛子属、トウモロコシや、豆類など、野菜も生産されている。市民の多くは、経済的必要性からバレエに出て、 収穫、加工、販売など農業経済の支援サービスに従事している。焼き間中心街は地域の小売業中心として1990年代後半から多くの変化を経験してきた。百貨店3軒とショッピングセンター1カ所が閉鎖されており、その代わりにワールプール社やアダプティスのコールセンターやいくつかのホテルが入ってきた。地域の小売業中核は ショッピングセンターなど小売業が革新されて繁栄しているユニオンギャップに移ってきた。大型小売店が中心街からいなくなったことを損失と見る者も,もいれば中心街を行事、サービス、娯楽及び小さいながらも個人を重視したショッピング体験ができる地域に変えていく機会だと見る者も,もいる。この動きの一つとして中心街未来イイニシアティブがある。 これは、中心街全体の中核である、焼きマーベニューに沿った店舗の並びを再生し、新しく歩行者に優しい明かりを備え、噴水、プランター、旗竿、新しい樹木、吊り下げ形バスケットなどを置くものであり、これら全てが新しく、敷石を入れた側道を保管している。2000年代初期には、地元のランドマークだった。 スポーツセンター酒場が中心街に戻ってきた。またヒルトンガーデンイン、スピークイージーバー、グリルナイトクラブ、カナワイナリー、ドニテリアワイナリー、ヤキマセラーズワイナリー、季節芸能ホール、エッセンシアベーカリー、デシガギャラリー、およびバレルハウスがオープンした。開発業者がかつては、ヤキマモールの基幹店だった、ボンマルシェビルに、ロフツの集合住宅を完成させた。 中心街で開催される行事としては、焼き間中心街大晦日、新古でマヨの祝祭、焼き間ライブミュージック祭、焼き間サマーキックオフパーティー、フレッシュホップエール祭、毎週のファーマーズマーケット、およびホットショッツ三オン3バスケットボール選手権がある。焼き間バレーの経済で明るい兆しが見えるのは、急成長しているワイン産業である。これは、焼き間バレーの土壌が、 フランスの土壌に大変似ていることも貢献した。ヤキマバレーには50以上のワイナリーがあり、その面積は1万1000エーカーを超えている。ヤキマの南側には、アメリカ陸軍の演習場ヤキマトレーニングセンターがあり、射撃訓練、機動訓練、新機材のテストに使われている。他の国の軍隊も、この演習場を使うことがあり、日本の陸上自衛隊は、 毎年焼きまで訓練を行っている。広大な焼きまでは日本ではできないような火力を使った、長射程、大規模の訓練が可能である。焼きま市は、多くの都市との協業で2000年代初期に、元のノース焼きまである、中心街の再生と保存を始めた。焼きま市によれば、焼きま中心街未来イニシアティブが進行中である。この組織は、速度、明かり、景観に、 戦略的な公共投資を行う。これら公共投資は、経済開発の触媒になり、中心街の事業や、資産のオーナーによる地域のさらなる活性化につながる、ことを自らに課している。計画された4つの段階のうち、第一段階が完成した。地元の事業としては、多くある生産品の中でも、ワインとビールの事業が中心街に戻ってきた。 これらは主にフロント通り、ヤキマアベニュー、第一通りの多くのレストランや店舗で見られ、昔の鉄道駅の向かいにできた、トラック29、バレルハウスレストラン、歴史ある、ルンドビルに入ったギルバートセラーズ、さらには、キャピトルシアターや、ラーソンビルが含まれている。 観光用の呼び物として毎年夏に、元ヤキマバレー交通会社の5マイルの線路を使って、運行される歴史的な一組のトロリーがある。これは、ヤキマから、ヤキマギャップを通って、セラーとをつないでいる。ヤキマバレートロリーは2001年に法人化され、ヤキマ市の鉄道を運営している。現在及び将来の世代は100年前とまさに同じ、初期アメリカの市電を体験でき、 焼きマしや、その他工業化された世界の開発に果たした、交通機関の重要な役割を理解するようになる。焼きマしの幼稚園生から12年生までの教育は3つの、教育学区、いくつかの私立学校及び、3つの、高等教育機関が担当している。公立学校ヤキマ教育学区には、デービス高校など5つの高校がある。ワシントンアレ公共学校である。 クリスタ・マコーリフ・アカデミーの分校がある。この学校は、ヤキマにあるオフィスから世界中の幼稚園生から12年生までのオンライン教育を行っている。宇宙最初の教師であり、1986年のスペースシャトルチャレンジャー号爆発事故で亡くなったクリスタ・マコーリフの栄誉を称えて設立された。学生や職員は、 クリスタが始めたことを積極的に実行している。例えば通常の境界を超え、未確認のものの発見を促進する教育である。クリスタ・マコーリフ以外にも、教師から宇宙飛行士に転身し、2007年8月8日に、スペースシャトル・エンデバーで飛行したバーバラ・モーガンを偉大な手本として、敬意を表している。ヤキマの市外では、ウェストバレー教育学区のウェストバレー高校や、 イーストバレー教育学区のイーストバレー高校がある。市内には250件以上の在宅学習を行う家庭がある。1981年に設立された非営利団体である府警教育者クリスチャン協会は共同学習団体の中心であり、毎年在宅学習会議や社会見学を開催している。ヤキマンスクリーリング組織は、 アンスクリーングユナイテッドの支部であり、在宅学習を行う家庭を支援し、その収支に関係なく在宅学習者を歓迎している。私立学校私立学校としては、ユニオンギャップにあるカトリック系のラサール高校、イーストバレー高校に近いキリスト教系、リバーサイド、クリスチャン学校などを含め、10校がある。ヤキマ市の中央には、ヤキマバレーコミュニティカレッジがある。 1928年に設立され、ワシントン州でも、最古の部類のコミュニティカレッジである。教育の質と学生に対する関わり方に長い、伝統がある。公立の二面性カレッジであり、国内の総合的コミュニティカレッジで最良の部に、属している。成人向け基礎教育、英語を、第二言語とする、教育、芸術と科学の導入教育。 専門的技術教育及び社会活動のプログラムを提供している。教員には学生に最良の指導を行うことに興味を持つ才能があり、検診できるものを雇用している。ペリー工科大学は1939年創立の高等教育を行う私立非営利学校である。学生は自動車工学、軽装機器、情報技術、空調技術、電気工学、 グラフィックデザイン、機械工学、事務管理、医療事務、法律補助、弁護補助を学ぶことができる。パシフィックノースウェスト健康科学大学は2008年秋に開校した。旧内市11の健康科学関連のカレッジがある。42.5エーカーのキャンパスにある第一カレッジには、太平洋岸北西部では60年ぶりに認められた医学校があり。 生骨療法の医者を訓練している。この医学校の任務は、太平洋岸北西部の田園部や医療に恵まれない、地方の医療に関わり一時医療を行う医者の訓練である。このカレッジは、床面積4万5千平方フィートの最新式の施設に入っている。焼き間バレーで、聴取できる、ラジオ局は FM が18局、AM が7局あり、 この中にはスペイン語放送も含まれている。視聴できるテレビ局は12局あり、全国ネットのつぼねはすべて含まれている。ヤキマはユーモラスな発音の名前なので多くの作品で使われてきた。ありがとうございます。